長塩川君。日本共産党の塩川哲也です。政府は人流の抑制を求めてきましたが、国民の協力が十分に得られているとは言えません。なぜでしょうか。国務大臣西村康稔君。さまざまな理由があると思いますし、専門家の皆様にもいろんなご意見があると思いますけれども、私感じるところの大きな理由の一つが、やはり1年半にを超えて、1年半ですね、及ぶこの自粛の中で、やはり多くの方が、その自粛疲れ、家にいることを含めてですね、さまざまなそうした活動したいといういろんな気持ち、その表れで、特に若い方を中心に、活動が活発になってきていること、そうしたことが大きな背景にあるというふうに思います。私も日々発信をしてお願いをしているところでありますけれども、引き続き、本当に厳しい状況になってきているということを多くの国民の皆さんに理解いただけるように丁寧に、お願い協力要請、そして発信を行っていきたいというふうに考えております。塩川君。私は政府の姿勢、政府のメッセージが問われていると思います。菅総理はこの間、ワクチン接種によって高齢者の新規感染者がわずかとなり、重症者数の増加も抑制されるなど、ワクチン接種の効果が顕著に表れている、一番重症化しやすいところをしっかりと対策を取っていると強調しました。もちろんワクチンの発症予防や重症化予防の効果は重要であります。しかし今や感染爆発で高齢者の感染者数も急増し、重症者数も過去最多であります。ワクチンの効果を強調する総理の発言が、デルタ株の感染拡大の深刻さを曖昧にし、国民に危機感を伝えられていないのではないでしょうか。西村大臣。総理が発信されるとき、総理が会見などで発言されるときにはですね、ワクチンの効果や抗体カクテル治療薬の効果、こういったものと合わせてですね、常に、感染対策を徹底していかなきゃいけない、人と人との接触を減らしていく、そういった趣旨も含めて、発言をなされているところであります。まさにこの3つの対策、ワクチン接種を進めること、これによって重症化を防げるという、これは大きな効果がありますし、これによって発信することによって、ワクチン接種がこれだけ進んできているという効果もあるわけであります。そして、医療体制をしっかり確保することと同時に、ご指摘のように感染防止策を徹底していかなきゃいけない、感染者の数を減らしていかなきゃいけない。この取り組みもですね、合わせて、対応していかなきゃいけないわけでありまして、総理は合わせて常に発信をされていると思いますし、私どもしっかりとこの3つの対策を進めていければというふうに考えております。塩川君。もう一つ、共同通信の世論調査で、オリンピック開催が感染拡大の一因となったと思うが6割に上りました。オリンピック開催が人流抑制の要請とは逆のメッセージとなったことは、明らかではないでしょうか。西村大臣。オリンピックにつきましては、私もテレビで見たり、ニュースで見たりしておりましたけれども、多くの方に感動を与えたものというふうに思います。以前の答弁でも申し上げましたけれども、その感動のままですね、高揚感のまま、外でみんなでじゃあ一杯やろうとか、食事みんなでしようとかなると、感染が広がるということを申し上げてきたわけでありますが、尾身会長はですね、8月4日の国会で、オリンピックの開催がですね、人々の意識に与えた影響はあるとおっしゃっておられますが、他方で急激な感染拡大に直接関係しているとは全く思わないとも発言されているところであります。この意識、あるいは心理的な影響、どういったものがあったか、これなかなか分析は難しいわけでありますけれども、いずれにしましても、これからパラリンピックあるわけでありますが、テレビで、自宅で、家族とあるいはいつもいる仲間と少人数で感動を分かち合っていただいて、それはそれでそこに留めておいていただいて、その後みんなで食事行くとか、どっかに、行くとかということを大勢で、行くというようなことはぜひ控えていただきたい。感動をご自宅で、仲間とあるいは家族と分かち合っていただければというふうに思います。塩川君。4年に1回の特別の行事、ビッグイベントは行いながら、毎日毎日の日常生活、日常の行事は我慢してくれというのでは国民には響かないと思います。総理がこういう問題をしっかりと国会で説明をしていただきたい。で、今回の基本的対処方針案では、
混雑した場所への外出の半減を住民に強力に呼びかけるとありますが、このような人流抑制を求める方針と矛盾するパラリンピックの開催については中止の決断が必要ではないでしょうか。委員長。西村大臣。パラリンピックに関する最終的な判断権限は IPC にあるものというふうに理解をしております。その上でこの開催にあたりましては、昨日開催された4者協議におきまして、すべての競技で無観客とする、実施すること、それから路上の競技についても、沿道での観戦をの自粛を求めることなどの合意がなされておりまして、感染リスクを徹底的に管理、下げていく、そうした対応をなされていくものというふうに承知をしております。塩川君。パラリンピックの無観客と言いながら、児童生徒には観戦を認めるという学校連携観戦は矛盾しているんではないでしょうか。西村大臣。学校関係者希望する場合にはですね、保護者等の意向も踏まえて、自治体や学校設置者が希望する場合には、安全対策を講じた上で実施できるようにするというふうにされているというふうに承知をしておりますが、これは実は6月18日に専門家の皆さんの提言の中でもですね、こういった事例がありまして、提言がなされておりまして、地元の自治体や保護者の同意を得た上で、小学生を招くことも一つの選択肢として考えられるということで、リスクを小学生ということで管理をされた形で、終わった後どっかに行って食事したりなんかということはないということでありますので、その範囲でやれれば専門家もこれは一つの選択肢として考えられるという指摘をいただいているところであります。いずれにしても感染防止策を徹底した上で感染が広がらないような、そうした取り組みは必要だというふうに思います。塩川君。感染力の強いデルタ株は、家族1人が感染すると、ほとんど全員が感染すると思った方がいいとの指摘があります。大臣はどのように受け止めておられますか。委員長。西村大臣。ご指摘のように毎日のようにいろんな専門家と、尾身先生はじめですね、多くの専門家といろんな意見交換しておりますけれども、現場の保健所の方々、あるいは医師から聞くお話はですね、やはりデルタ株は非常に感染力が強いということで、多くの家庭において家族全員が感染した例が見られると、以前の従来株やアルファ株ではそこまではなかったという報告も多数いただいているところであります。塩川君。であれば自宅療養を基本とする方針は撤回をすべきであります。そして宿泊療養施設、臨時有料施設の活用、パラリンピックの会場や選手村、医療スタッフを使うことを含めて臨時医療施設、宿泊療養施設の増設する、このことこそ行うときじゃないでしょうか。西村大臣。ご指摘のように、宿泊療養施設、例えば大阪でも、確か6000床だったと思いますが、確保を進めておりますし、もうしてるんですかね、進めておりますし、東京でもすでに4000床だったと思いますが、ちょっと今手元にないんですけれども、確保されている中で、それを運用していくには必要な人材、特に看護師さんの手当、確保が必要でありますので、そうした取り組みを東京都、あるいは厚労省を連携しながら、看護協会の協力も得て進めているものと承知をしております。さらには、臨時の医療施設、ご指摘のように、各都道府県で、必要となればですね、特措法上の規定を活用してですね、医療法や建築基準法の特例という形で早期に、確保整備ができますので、こういったことも各都道府県と連携して必要があれば迅速に進めていきたいというふうに考えております。塩川君。菅総理が国会できちんと説明すべきであります。直ちに臨時国会を召集する、このことを強く求めて質問を終わります。